にちは、宅飲みグルメの奥さんです。ということで今回も美味しく宅飲んでいこうと思うんですけれども、今回もですねラーメンを作っていきたいと思います。で、自分のチャンネルで作っているラーメンはですね、やれ鶏ガラだったり、やれ原骨だったりね、結構普通のスーパーで手に入らないものを使うことが多いんですよ。で、それだとなかなか家では作れないっていう風なコメントをいただきましょうね。今回はですね、一般的なスーパーで揃うものだけを使って鶏白湯ラーメン、こちらを作っていきたいと思います。ということでね、一般的なスーパーで揃うものだけを使ってって言うけど、一体何を出汁に使うんだっていう風な話があると思うんですけれども、これね、普通に言ってる手羽先あるじゃないですか。あの手羽先からね、すごい美味しい出汁が取れるんですよ。ということで今回はですね、この手羽先を使った濃厚鶏白湯ラーメン、こちらを作っていきたいと思います。さあ、ということで実際美味しく作ることができるんでしょうか、やっていきましょう。それでは早速調理開始。それではまず煮卵を作っていきましょう。まずは鍋の中に水を入れて火にかけて沸騰させます。お湯が沸いたら卵を入れて6分半加熱します。6分半経ったら卵を上げて氷水の中で3分間冷やします。3分間冷やしたら殻を剥きまして、殻が剥けたらこちらをめんつゆにつけていこうと思うんですけれども、ちょっとですねめんつゆを切らしてしまったので、今回はこちら白だしを使って味玉を作っていきます。白だし1に対して醤油とみりんをそれぞれ2ずつ入れていきます。で、タレができましたのでこの中に卵を入れて冷蔵庫で漬けておきます。それでは次に昆布と煮干しで出汁を取っていきます。 1.2 リットルの水の中に 10g の昆布を30分ほど漬けておきます。30分経ったら頭と腹綿を取った煮干しを鍋の中に入れて弱火で火にかけていきます。沸騰直前になりましたら昆布を取り出していきます。沸騰したら適宜アクを取りながらこのまま10分出汁を取っていきます。10分間煮込んだら煮干しを取り出して、昆布と煮干しの出汁が取れました。それでは次に手羽先の下ごしらえをしていきます。今回はこちら手羽先 600g を使います。それではまずこちらの手羽先の臭みを取るために、こちら沸騰したお湯の中に入れていきます。で、臭みを取るのが目的なので、30秒から1分ほど、まあ表面に軽くサッと火が通るぐらいで大丈夫です。この手羽先はですね、皮の部分が多かったりだとか、あと軟骨が含まれていたりするので非常にいい出汁が取れるんですね。で、30秒ほど経ちましたらこちらの手羽先を揚げていきます。あちちち、よいしょ。それではこちらの手羽先をこの出刃包丁で切っていきます。そしたら圧力鍋の中に先ほどの出汁と下ごしらえをした手羽先を入れて加熱して1時間炊いていきます。あと忘れてました、チャーシュー用のねお肉も入れておきましょうかね。このね縛ったお肉を入れておきます。それでは続きまして製麺をしていきたいと思います。今回使う小麦粉はこちら、こちら春豊というものを使っていきます。こちらを 400g 使っていきます。加水率を 37% にするので 148cc の水に、粉に対して 1% の乾水 4g と、粉に対して 2% の塩 8g を入れて溶かしていきます。塩と乾水が水に溶けたら粉の中に入れて水回しをしていきます。粉がボロボロになって水回しが終わったら、こちらをこねて生地にしていきます。生地になったらこちらを45分間寝かせていきます。それでは圧力鍋を開けていきます。よいしょ。そしたらこの中からチャーシューと手羽先を出していきます。まずはチャーシュー、よいしょ。そして手羽先、そしたら手羽先を骨ごとミキサーの中に入れて砕いてスープの中に戻していきます。水分がないとね、うまく混ざんないんで、お玉一杯のスープを入れていきます。さあ、それではいきます。レッツミキシング。こんなもんでいいでしょうかね。骨から肉からドロドロになりました。そしたらこちらをスープの中に戻していきます。そこにネギの青い部分と生姜スライスを3枚ほど入れて、乳化させるために蓋を閉めずに1時間ほど炊いていきます。そしたら次にチャーシューのタレを作っていきます。小さい鍋の中に醤油とみりんを1対1の分量で入れて、そこに酒を少々加えます。そしたら一度煮立たせまして、
先ほどのチャーシューを入れます。チャーシューが冷めてしまったので温めがあったら一度火を通したらジップロックの中に入れてタレを染み込ませます。続きまして塩だれを作っていきます。水 100ml、 酒 100ml、 塩大さじ2、薄口醤油を小さじ1、鰹節を1つまみ入れて弱火にかけていきます。それでは沸騰するギリギリのところで火を止めまして、ザルでこして鰹節を取り除きます。生地を寝かせたらこちらを伸ばして製麺していきましょう。ということで毎度おなじみ製麺が一番よく見えるアングルでお届けいたします。それでは製麺開始。ということでこのように細麺が完成しました。それではできた麺に片栗粉を打ち粉としてはたきます。それではチャーシューも1時間ほどつけたらいい感じに使ってきましたので、こちらも切っていきましょう。それでは今回はチャーシューを縦なんかに切っちゃいましょうかね。よいしょ。おお、ホロホロですね。見てください、この断面。うまそうでしょ。ということでチャーシューはこんな感じになりました。まあ、ホロホロなのはいいんですけどね、ちょっとホロホロすぎましたね。もうちょっと原型をとどめてくれた方が理想的でしたね。それではスープも完成いたしましたので、こちらを最後こしていきます。そしたら再びスープをこしながら鍋の中に戻していきます。それではこのように濃厚鶏白湯スープができました。それでは全ての準備が終わりましたので、最後に麺を茹でて盛り付けていきます。さあ、ということで完成でーす。いやー、どうでしょう、この濃厚鶏白湯スープ。このスープが手羽先だけで取れるんですよ。一体どんな激うまスープになっているのか楽しみです。さあ、ということで早速伸びないうちに食べていきましょう。さあ、ということで完成いたしました。ということで早速食べていきましょう。いただきます。さあ、それではね、まずはこの鶏白湯スープからいただきましょうかね。いや、もう見てください、これもうドロドロなんですよね。いただきます。うまっ。いや、めっちゃうまいですね。超濃厚です。超トロトロ。それでは麺の方もいただいちゃいましょうかね。ということで麺がこんな感じになってますね。うん、この濃厚鶏白湯スープがね、この麺に絡んですっごいうまいですね。ここで半熟卵いただいちゃいましょうかね。いや、もういい感じに半熟になってますね。いや、トロトロでうまいですね。今回の味玉はですね、以前作った世界一おいしい煮卵よりも30秒40秒ほどですね、長く火にかけたんですよね。それが良かったのか、いい感じに半熟になってますね。それではこのトロトロチャーシューもいただきます。繊維がほどける。いやー、ホロホロのチャーシューはうまいっすね。いや、本当はね、もうちょっと原型とどめてくれた方が良かったかなとも思ったんですけれども、もうホロホロトロトロにはできてくれたんでね、個人的にはもう大満足です。さあ、ということで今日のおびりでございます。濃厚鶏白湯ラーメンときましたら、これで決まり、じゃん、グランドキリン IPA でございます。
ということで、結構苦味の強いビールは結構個人的に好きなんで、外で飲むときはね、IPA の頼むことも多いんですけれども、家じゃね、なかなか飲めないということで、今回こちら見つけてきましたので買ってまいりました。それじゃあ注いでいきます。それじゃあ飲んでいきましょうかね。乾杯。IPA 独特のホップの香りと苦味がね、この鶏白湯ラーメンの濃厚な旨味とね、いいコントラストを生んでくれるんじゃないかなと思ったんですけどね、大正解でした。めちゃめちゃ合いますね。超うまいっす。合うなー、これ合うなー。IPA はですね、結構お店だと飲めるところも増えてきてはいるんですけれども、なかなかね、コンビニとかスーパーだと売ってなかったりするんで、こういう風にね、大手のビールさんが IPA 出してくれっていうのは、これは嬉しいですね。苦味が強いビールが好きで、まだ IPA 飲んだことないって方はですね、この製品に限らずぜひ飲んでほしいですね。ほんとマジでうまく感じると思います。いや本当にね、ビールの醍醐味がギュッと凝縮されてる感じがしてね、本当にいいですよ。そうということで、ガージュでーす。いやー、うまかった。いや本当にね、まさに濃厚って感じでね、本当に麺にすっごいスープが絡んでくるんですよ。いやそれでね、スープが濃厚すぎて、最後スープ飲み干すの結構つらかったぐらい、それぐらい濃厚のスープが仕上がりました。ということでね、スーパーで買えるものだけで濃厚鶏白湯ラーメンを作ろうってことだったんですけど、手羽先を使うことでですね、これだけ濃厚な鶏白湯ラーメンが作れるんですね。ということで、鶏ガラだったり、げんこつだったりがね、なかなか手に入らないって方もですね、まあ、手羽先だったら手に入ると思いますので、手羽先だけでもね、これだけ美味しい濃厚鶏白湯ラーメン作れますので、皆さんもぜひぜひ試してみてください。さあ、ということで、こちらの動画を見て、濃厚鶏白湯ラーメン食べたいなとか、IPA 飲みたいなと思った方は、ぜひグッドボタンと、あと、下のチャンネル登録もお願いします。これからもね、自作ラーメンだったり、ビールに合うおつまみだったり、いろんなものを作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。ということで、もう竹田ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借。